ドッケンはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。1980年代の LA メタルムーブメントから登場した代表的グループ。ドンドッケンが主催し、ジョージ・リンチラーのギターヒーローを輩出した。一度解散したが、1993年から再始動を果たしている。1979年、ドンドッケンを中心に結成、ドンの生命を採用したバンド名。 独権で活動開始する。メンバーにはフォアン・クルーシェラが出入りしていた。同年に EP、バック・イン・ザ・ストリーツが発表されるが、これは音源をメンバーの許諾なく、独権名義で無断にリリースしたものだった。バンドは短期間で活動を停止してしまうが、その後もドンは再建を模索する。1981年、ロックバンドアッコサイターのドラマー、 ミック・ブラウンを勧誘。同僚のギタリストであった、ジョージ・インチと一緒ならという条件をのみ、旧メンバーのフォアン・クルーシェを加えたラインナップで再始動。そして、ファーストアルバム、ブレイキン・ザ・チェーンズをフランスのレーベルからリリースした。1983年、フォアンがラットに専念するため離脱して、公認にジェフ・ピルソンが加入。大手、レーベル、エレクトラレコードと契約。 ファーストアルバム、ブレイキング・ザ・チェーンズを、ブレイキング・ザ・チェーンズのタイトルに変更し、メジャーデビューアルバム、ブレイキング・ザ・チェーンズとして再発する。1984年、出世作となった、セカンドアルバム、トゥース・ネイル。翌1985年には、サードアルバム、アンダー・ロック・キーを発表した。1987年に発表した、フォースアルバム、バック・フォージ・アタックが、 発売2週間でダブルプラチナムを獲得。1988年来日公演の模様を収録したライブアルバム Beast from スト』e a s t をリリース。しかしドンとそれ以外のメンバー間の確執が深刻化してゆきモンスターズオブロックのツアーを終了と同時にドンが脱退する形でバンドは解散する。ドン独ンドンはピーター・バルテス、ミッキー・ディー、ジョン・ノーラム、 ビリー・ホワイトらと共にアルバムを1枚発表。その後、メンバーが次々と去っていき解散。当初、ドンはバンド名をドッケンにするつもりだったが、ジョージ、ジェフ、ミック側から訴訟を受け、判決の結果、ドッケンというバンド名の使用を停止されたため、ドンドッケンとした、ウォーピースドン抜きの3人で、ジョージのバンドに参加予定も、ジェフ・ピルソンは辞退。自らのバンドである。 ボーピースを結成し、アルバムを1枚制作したが、すぐに解散。その後、ディオに加入する。当時は、後にイナフズナフに参加する子リッキーペアレントや、後に、ロブハル・フォードが立ち上げたファイトに参加し、現在スティール・パンサーで活動中のラスパリッシュが、バンドメンバーだった。リンチモブ・ジョージとミックは、リンチモブを結成し、アルバム2枚を制作した。当時のメンバーは、 オニー・ローガン、ロバート・メイスン、アンソニー・エスポジート。一時期は活動を停止していたが、現在もメンバーを変えながら活動中。1994年に全盛期のメンバーで再結成されるが、2枚のアルバムをリリース後、1997年にジョージが再び合体。ツアーはジョン・ノーラムがヘルプする形で行っていた。 ジョージの後任にレブビーチを迎え1900、2002年のツアー中にジョン・ノーラムが手を負傷し、代役でアレックス・デロッソが参加する。ツアー後、レコーディングに入ろうとするが、アレックスのビザの問題で、アメリカからイタリアに帰国せねばならず、元ウォーロックのメンバーで1997年に、特権のライブに参加したことがあるジョン・レビンを、公認ギタリストとして迎えて、レコーディングを行い、2004年にアルバム、 ヘルツーペイをリリース。2008年には、ライトニングストライクスアゲインをリリース。2007年、2008年と、ロクリホーマにも参加している。2009年10月17日、マクハリメッセで開催された、ラウドパークの初日に出演した際、ジョージが往年の代表曲、トゥースネイルにて飛び入り参加した。ジョージは、リンチモブにて、同日出演しており、 約12年ぶりの共演となった。同11月29日にハウス・オブ・ブルーズでドッケンがリンチ・モブをスペシャルゲストとして一緒にライブが行われたでジョージとジェフが参加し黄金期メンバーでの共演が実現となった。同年、往年の曲の再レコーディングと新曲2曲、カバー2曲編成のグレーテストヒッツをリリース。2010年6月26日。 ザットメタル賞にドンとジョージの二人が出演した。同12月2009年頃からリユニオンについて話し合っていたが、結局物別れとなり、ドン、ジョージ、ジェフ、ミックの4人で活動する計画は消滅した。2011年3月、ジョージがドン抜きの独剣で活動する予定だと発言。プロジェクト名はトゥースネイルでジェフやミックがボーカルを担当している。翌年、アルバム、 スレイブ・トゥジ・エンパイアを発表。ゲストにセバスチャン・バックやティモ・オーウェンズなどが参加した。2012年リリースのアルバム、ブロークン・ボーンズでは、モトリー・クルーのトミー・リーがドラムをプレイしていると噂がネットで広まったが、実は彼のスタジオを借りてレコーディングしたのが正しい情報。また、ドンは、ブロークン・ボーンズが独建の最後の作品になるとインタビューで語っていた。2014年、 ショーン・マクナブに代わり、マーク・ボールズがベーシストとして参加。2015年、マーク・ボールズがラスベガスのイベントに参加のためバンドを脱退。代わりに2008年にツアーで同行していたクリス・マッカービルがバンドに参加。2016年10月、ドン、ジョージ、ジェフ、ミックのクラシックラインナップ来日公演をラウドパーク16にて17年ぶりに再現し、2018年に Return to the East のタイトルでリリース。2017年11月から12月、ジョンの代役でアイラブラックがツアーに参加した。2019年の M3 ロックフェスティバルのライブにミックが不参加。ハウスオブ・ローズの BJ ザンパが代役を務めた。その後のツアーにもミックは不参加し、バンド脱退。ツアーにはその後も BJ ザンパが参加。 2020年7月、元メンバーのレブビーチがジョンの代役でライブに参加した。メジャーデビュー前メジャーデビュー後、ありがとうございます。